電動アシスト自転車をお借りしたいんですが、はい、いいですか。はい、塩がいただきます。すみません、こちらヘルメットと、はいはい、こちら充電器になりますので、はい、お借りします。鍵ですね、はいはい、ちょっと横にしていただくと、ああそうです、はい、あそうですね、それで上に上げていただくと入りますので、はいはい、電源ボタンを押します。入りました。そうしますと、はい、モードがございまして、オートマチックモードと、はい、ロングモードと、はい、パワーモードが変速がありまして、3段階で変速が変わるようになっております。そうですか、アシストの上に変速もついている。はい、今日は阿武隈急行角田駅から、道の駅角田、そして郷土資料館、さらには、スペースタワーコスモハウスを回りたいと思います。はい、あったんですかね。あ、横断歩道、常磐道へ行く道、車ですかね。じゃあここ曲がります。記念切符というのが、はい、販売しております。 ありがとうございます。はい、こちらが早速広場です。あ、そうですか。はい、でここがメインの、はい、今はラフランス、ラフランス、はい、ここが新米フェアです。はい、はい、すごいすごい有名な桜の梅干し、梅干しですね。はい、そうですね、なんか色が、はい、あ、すごくお料理に、卵プリンですか。あ、そうですか。ハロウィン仕様の、ハロウィン仕様もある。すごい。あ、卵とさつまいも。はい。こちらフードコートになります。はい。フードコートですね。お得意で今、限定でこのずんだもちソフトクリームとか。はい。じゃあずんだもちソフトクリームを。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。簡単な説明と、あと見どころについて、はい、説明させていただきます。はいはい、こちらに飾ってあるのが、2代目にまつわるものでして、はい、で、政治に進出したということで、かの有名な大隈重信から手紙もこちらに展示しております。はい、はい、で、お客様をもてなす場所ですので、庭が一番よく見える場所に、はい、こう座敷を作ったのではないかと。これも大正期2代目が作ったんですけども、はい、まあ、何といってもまず一番の見どころはステンドグラスですね。そうです、外から見えないと、はい、曇りガラスになっていまして、さりげなく新座敷の2階になってまして、はい、大変眺めのいい場所になっています。立派な蔵ですね。そうですね。なんかね、王子の角田の町というか、はい、そうですね。その賑わいがね、こう蘇ってくるような、
向こうにこう見えてくるかのような、そうですね、本当ですね、うん、本当に。こちらがですね、はい、最近の角田の推しといいますか、はい、ムー姫と言われるお姫様がおりまして、はい、伊達政宗の次女ですねにあたるお姫様になります。だから日常会話のようなものが、はいはい、書かれていますね。こちらも、こちらも触っても問題ないですか。手を洗っていただければ問題ない。はい、楽だよね、さらに楽、素晴らしい。よろしくお願いします。はい、いいでしょうか。はい、ちょっと待宇宙人の皆さんもご利用になられてますね。あ、これがフェイスロケットの第二エンジン。歴史が分かりますね。あ、これが外のロケットと同じ大きさですね。行きましょう、うん、スイッチオン。おお、入りましょう。エレベーターのようですね。さらなる高みへ。あ、見えますね。